はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日もですね、家から麺の撮影でございます。今回はね、こちらのメニューでございます。亀戸濃厚煮干し中華そば月日さんの背脂ラー油の油そばでございます。月日さんのオーナーさんですね、僕もかなりお世話になっておりまして、今回ね、出産のお祝いにということで100名のね、販売を記念して7食ほどこちらをいただきましたので、これを食べていこうと思っているんですけれども、まずね、この中に入っているものが、麺、タレ、チャーシュー、フライドオニオン、辛味噌、こちらの5種となっておりまして、またね、別途におすすめトッピングなんかもございます。まあ油そばなんでね、マヨネーズとかニラとかね、代表的なトッピングが書いてあるんですけれども、今回はね、このメニューを7セットもいただいちゃいました。こんな感じでということで、今日はこちらのメニューを早速作っていきたいと思います。はい、ってことで、まずトッピングの準備に移りたいと思うんですけれども、今回ね、ついてるトッピング以外に僕が用意したのは玉ねぎと、こちらのニンニク、海苔、プラスだし粉も用意させていただきました。で、プラスね、ニンニクもね、入れるんだけど、スライスガーリック、まあフライド系のガーリックも追加で入れていこうと思っております。じゃあまずは玉ねぎをみじん切りしていきます。ということで、玉ねぎは完成。あとニンニクですね。ほい、ってことで今ニンニクも完成でございます。はい、そしたら具材のね、湯煎に移りたいと思うんですけれども、皆さんのご存知の通りね、うち本当にキッチンがね、ちょっともう狭いので2口コンロが置けないんですよ。なんで湯煎はね、本当のところだと、まずタレは3分、辛味噌とチャーシュー等については5分なんだけど、すいません、ちょっと作り方をだいぶはしょらせていただいて、まとめてね、湯煎していっちゃおうと思います。たらまずは、と、こちらがね、タレですね。油とタレが中に入っております。プラス、こちらがね、辛味噌でございます。辛味噌も入れてと。で、最後にチャーシューですね、刻みチャーシュー、こちらも一緒に入れていきたいと思います。そしたらこちらで火を、量が多いので蓋をしてね、湯煎していきたいと思います。はい、そしたらこちら湯煎の方がもうだいぶ温まってきましたんで、このまま一回火を止めてと、一旦このまま置いておきたいと思います。重たい、重たい。あとは麺を茹でていくだけです。お湯を入れていると、はいと、火にかけてと、ちょっとお湯が沸くまでこちらの欲望を解放していきたいと思います。で、早速ね、麺を投入していきたいと思うんですけれども、受表記の時間が3分半から5分ということでして、向こうの部屋にね、準備をする都合も考えると、表記よりも少し短めの3分で茹で上げていきたいと思います。はい、3分。これもね、しっかり鍋底にくっつかないようにかき混ぜてあげてください。この間に、よいしょ、こちらのタレを入れて準備していきたいと思います。はい、今7袋入れ終わって、タレはこんな感じです。はい、 OK。 湯切りした麺をすべて、よいしょ、こちらに入れて、タレ自体にね、油が入っているので、しっかりなじませてあげると麺同士がくっつかなくて食べやすくなると思います。ここに先ほど湯煎した辛味噌をかけていきます。よいしょ。で、チャーシューだ、チャーシュー、7袋は忙しい。
はい、そしたらこちら背脂ラー油まぜそば完成でございます。早速ね、向こうに持ってってこちらを食べていきたいと思います。はい、ということで今こんな感じで完成いたしました。ちゃうまそうなんですけど、フライドオニオンであったりとか、最初にお話ししたこの海苔とかね、だし粉の方に関しては香りが強いのでね、食べながらちょっと徐々に味変していこうと思います。で、ね、ちょっと用意したのがこのたぬきおにぎり、あといなり寿司も用意したんで、これもね一緒に食べていこうと思います。いただきます。まず普通に麺だけ、よいしょ。意外にね、タレの方もしっかりね、あの煮干しの香りがついてて、かつこの全粒粉の香りがめちゃめちゃいい。うん、うまっ。ちょっとこの肉味噌だけ、うまっ。ちょっと一回混ぜそばなんで全部混ぜちゃいますね。麺はね、こんな感じ、見えるかな。これはうまいわ。辛味噌の辛味もね、ほんとピリッとするぐらい、全然ね辛味っていう辛味ではないな、うまみ程度の感じで抑えられてて、結構ね辛い人は苦手でも全然食べれると思う。結構ね辛い人は苦手でも、うん、何よりねすっすごいあのジャンクでめちゃめちゃうまい。普通にある混ぜそば系っていうのは結構ジャンクなものが多くて、パンチがあってね、あの苦手な方もいらっしゃると思うんですけれども、これに関してはね、多分そういう方でも食べれる。肉味噌のこのなんていうの、旨味甘みとかコクっていうのは強いんだけど、その分ね煮干しでそれがしっかりと抑えられててちょうどいい塩梅。うん、そしたらそろそろこのついてるフライドオニオンも、フライドオニオンか、なるほどね。もともとついてるトッピングだからうまいのは確実なんだけど、味とか香りはもちろん、何よりね食感がいい。もちろんね、あの最初からかけてしまって全部混ぜるのもいいんですけど、後かけでねサクサクのまま食った方がこれねいいかも。僕は好き。たぬきおにぎりを一緒に、米に合うわ。さっきも飲んだんですけど、ちょっともう限界なんでビールを。追加で、いいやろ。
ぜそばにはちょっと必要不可欠だと思うんで、海苔も絶対うまいもんなこれ。海苔の香りがね、また一層こう旨味をねギュッと引き締めてくれる。うん、よいしょ。うん、みんな、ラストにね残ったこのフライドオニオン全部かけちゃいたいと思います。はい、ということで今こんな感じでね、麺は全て食べ終わったんですけれども、ちょっと最後の楽しみをしていきたいと思います。はい、ということで混ぜそばの締めといえばね、ご飯ぶっこみなんじゃないかと思って、やった、白飯とね生卵を入れてきました。これ絶対うまいよね。よいしょ。で、一応今回はねお米3合ぐらい入ってます。よいしょ。ということで今混ぜ終わりました。うまそう、めっちゃうまそう。いただきます。うまっ、うまっ。ちょっと小休憩にこちらのコーラを。ニンニクとかの合間にはコーラ合うね。さっぱりする。うん、はあ、はい、ということで今こちら食べ終わりましたけども、これ忘れてたわ、おにぎり。はあ、お腹いっぱい。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかった。やっぱりね、混ぜそばってすごくジャンクで、いい意味でこう大雑把みたいな味が売りのものだと僕は思ったんですけれども、やっぱりこの煮干しの上品な香りとかがね、後からこうふわって追って香ってくるので、ただジャンクだけじゃないんで、ほんと食べやすくて、また次に次にってね食べたくなる美味しい混ぜそばでした。で、ね、こちらのメニューの方が卓麺さんっていうサイトの方で購入が可能でして、でそちらの卓麺さんね、あの月さん以外にも人気店のねお店とかいっぱいラーメンであったりとかつけ麺混ぜそばなんかを販売をしているサイトなんですけれども、人気店なんかはねメニューの方が入荷してもすぐやっぱり売り切れちゃう傾向がありまして、でもねそこを会員登録すると、入荷した際に入荷しましたよって通知のメールをいただけるような機能なんかもありますんで、ぜひねそちらの方で皆さんの気になるお店、行きたいお店のメニューなんかを買ってみてね。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。